はい、皆さんこんにちは、どうもヒロです。今回はですね、デミオのハンドルを純正に戻しましたので、この純正ハンドルがどんな感じかっていうのをね、ちょっとお話ししながらドライブしていきたいと思います。で、次の土曜日に投稿される動画で、このデミオのハンドルをね、純正から車外に交換するっていう動画をね、投稿する予定でいますので、ぜひ次の土曜日の動画見てもらえたらと思います。で、まあ、その動画を撮るにあたって、今までずっとね、車外ハンドルをつけてたんですけども、まあ、動画の準備みたいな形で一旦純正に戻して、でせっかくなんでね、この純正の状態でちょっとねドライブ、ね、動画も撮りたいなとか思ったり、まあ、あんまりこのデミオを、購入してから純正ハンドルで乗ることが、乗った期間っていうのが相当短いんですよ。なので純正ハンドルどんな感じだったかなっていうのもね、ちょっと、まあ、自分的にも気になったし、こういい動画のネタにもなるななんて思ったので、今回は動画を撮っております。で、まあ、このね、よく来るこの峠の道中の間でもうすでにね、うわーって思ったことがいくつもあってですね、まずでかい純正ハンドルでかい。これ何パイぐらいあるんだろうか、ちょっと分かんないけど、今までずっと僕がつけてたモモの、ドリフティングっていうね、ハンドルはあれ34パイなんですよ。で、まあ、ディープコーンっていうのもあるんですけど、すごいね、僕的にはさ、34パイっていうのがしっくりきて、めちゃくちゃ扱いやすいなーってずっと思ってたんですけど、なんせこの純正ハンドルはでかいね。びっくりするぐらいでかいわ。ほんと僕この車納車して多分1週間とかもうそれぐらい経つか経たないかぐらいで、ハンドルに変えてるんですけど、ちょうどねロードスターが燃えて乗れなくなっちゃったタイミングで、まあ、この車をね購入したので、ロードスターにずっとつけてたモモの、ね、ドリフティングを、まあ、こっちに、ね、ごいごい移植したっていう感じなんですけど、だから純正ハンドルを操作するっていうのは本当に久しぶり、多分 2,3 年ぶりぐらいになるんですよ。3年ぶりかな多分。そうだからね、なんか純正ハンドルがね、そもそも自分の車についてるのもイメージ湧かないし、なんか違和感でしかないっていう感じがしますね、すごく。で、やっぱどうしてもね、こうハンドルの握りがねちょっと太い感じがやっぱするよね、車外と比べると。で、一番気になるのはね、こういうこのポコってしたところ、僕は結構これがねいらないタイプなんですよ。そうだからそれもなんかちょっと違和感だし、やっぱまあボタンとかもねあったりするから、このスポークの部分も太かったりとかがやっぱねあるよね。ちょっとなんかまあ自分がただ慣れてないっていうだけだと思うんですけど、すごい違和感です。若干なんかハンドルの中心が違うから、ハンドルを回した時にこっちの時の高さとハンドルがこうやって反対向いてる時のここの高さが合わないんですよ。それもなんかね僕的にはすごく苦手なんですよね。まあ、別に大した、ね、操作性に変化があるかって言ったらそうでもないんですけど、やっぱこう下側が短いとね、スペースが取れる分乗り降りがしやすかったりとか、まあ、いろんな体型の人でもね乗りやすいっていうので、まあそういう対策みたいなのがされてるらしいんですけど、まあだからね純正だししょうがないんですけどね、すごく違和感だでかいっていうのは違和感ですね。で、僕的に一番この純正ハンドルに戻してわー乗りにくいって思ったのは、ハンドルのね位置が合わないですね。このシートポジションとね、このステアリングとのこの距離関係っていうのかな、なんかこの体との関係がすごく合わない。すごく霧が出てきちゃった僕結構ハンドルは近い方が好きで、走る時のステアリングポジションでこうハンドルがね切った時のこう一番遠い位置に来ても肩がシートから外れないっていうのが、まあ、理想のポジションみたいな風に言われてると思うんですけど、ハンドルをねこうガチャガチャこう動かせる、機能を使って一番目いっぱい手前にやってるんですけど、それでもね遠いんですよハンドルが。
でシートを前に出しちゃうと次足がねきつくなっちゃうんですよね。そう、僕シートも結構前にするタイプなんですよ。クラッチがね、あの奥まで踏んでもちょっとまあ膝が曲がるぐらいなイメージでいつも乗ってるんですけど、それでもね、ハンドルとの距離に合わせちゃうともう足ギツギツになっちゃうんで、なんかシートポジションというか、が定まらないですね。なんかねすごいハンドルが遠い感じがします。まあ、前がディープコーンだったので、まあね、車外のハンドルは近くなって当然なんですけど、まあ体がねそれにねすごい慣れちゃったっていうのもあると思うんですけど、ハンドルが遠くてそれがなんか一番僕的には運転しづらいなっていう風に思ってしまいました。ただね、あのやっぱ純正ハンドルのいいところはね、ここにボタンがついてることだね、まあ、あの車外ハンドルに移植してたりとか、あのスイッチだけね別でつけてる人もちゃんといるんですけど、まあ、僕はそのボタンをねそんなにまあ必要性はね感じないというか、せっかくこう車外ハンドルのねシンプルな感じが出てるのに、このスイッチのボタンがねこうどっか下についてたりするとね、なんかちょっと見た目的にも僕的にはあんまり気に入らなかったので、もうスイッチはね完全に取っ払っちゃってたんですけど、純正ハンドルに戻してボタンがつくとやっぱりね、例えば音楽聴いててこう次飛ばしたりとかがここでね、ポチッとできたりとか、音量も、ボタンで変えれるし、で何よりねこのインフォってやつがねなくなるとね、このメーター内の表示が変えれないんですよ。まあそんなに変えることないんですけど、なんか瞬間燃費見れたりとか平均速度が出たりとかなんかするんですけど、それがね変えれなくなっちゃうので、普通の人にとってはすごい不便なのかもしれないなとは思いましたので、純正ハンドルだと変えれるからいいよねっていう話ですねいやにしても天気がすごいです。霧もすごいし、若干雨降ってきちゃったし、富士山見れないし、真っ白結界ですね。いや本当に純正ハンドル慣れないな車外ハンドルにしてるとやっぱなんかね気分上がるんですよこう、まあ、見た目もそうですし、なんか気合がね入るというか、そうだからね、そういう面でも僕はもう速攻車外ハンドルにしたいタイプなんですよね。まあロードスターなんかはもうねさすがに当たり前のように車外ハンドルついてますし、ずっとロードスター乗ってからのデミオだったので、やっぱ純正ハンドルはねなんかちょっとやだなっていうのはすごくあって、真っ先に何よりも最初にハンドルを確か交換した気がするんですよね。やっぱこう常にねハンドルをね持たないとね運転できないわけですし、そこでねまあ純正ハンドルなのかちょっとお気に入りの車外ハンドルなのかでも全然運転する気分って変わってくるので、まあなんかおすすめしていいのかわかんないですけど、車外ハンドルはねまあ車好きな人にとっては特にいいんじゃないかなって僕はすごく思います。まあ車検なんかもね全然問題なく通せますので、まあ純正ハンドル、特に最近の車はねあんま車外に変える人いないと思うんですけども、意外とね車外ハンドルに変えるとねまたなんか自分の車だけどなんかちょっと違う雰囲気が味わえて楽しかったりもすると思うので、まあ今回の動画は純正ハンドルに変えてどうかっていうね話なんですけど、やっぱり車外ハンドルがいいっていうのがもう結論ですまあ純正ハンドルがね悪いとは言わないですけどね、やっぱ僕は車外ハンドルがすごい好きだなって改めて思いました。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録、そしてコメントもお待ちしております。また次回の動画でお会いしましょう。ではバイバーイ。